釣ってみせましょう。おはようございます。はい、これすごいね、今日も釣るじゃん、すごいね。ありがとうございます。はい、はい、はい、東北最後の旅ということで、はい、来ましたよ。はい、このふざけたね、にゃんにゃん丸ですよ。はい、はい、皆さんおはようございます。晴天無風ですからね、もうスピニングでブンブン丸の大作戦でいきますよ。すごいね、やっぱまだ雪残ってんもんね。青森そんなに残ってたの？青森雪降ったよ。だって服買いに行ったもん。マジ？半店舗ぐらいもありましたね。寒すぎて。おとと、おかな？あ、カナダね。相変わらずナイス。よしよし。ちょっといいサイズのカナダね。いいサイズのカナダね。東北はね。やっぱカナダいるね。なんと。やっぱ東北の釣りじゃないんでね。やっぱカナダね。あ、やっぱカナちゃんですよ。とりあえずカナダね。からですね。ちょっとちょこの丸丸車がいいからね。こんな丸丸車から初めて釣りましたよ。ナイスカナですね。サイズがいいカナダね。サイズがいいカナです、完全に。今日もカナ100匹釣りますか。今日いるかな。あと99です。まあカナ釣れると安心するもんね。やっぱ仙台っていう、うん、気がする。最近どっちがいいの？早巻きがいいの？トロ巻きがいいの？僕は早巻き好きですね。いや、いい小指の立ち方してますね。いや、いいですよ、いいですよ。それ釣れますね。動画の見過ぎです。いや、それはいい、それはいいよ。もうボトムだけ食うの。はい。じゃあ、ちょっと平場組頑張ろうぜ。もう、マジでな。見返してやろうぜ。自由なんか使いやがってるやつら。平場チームみたいな。来た？タイ？タイだな。やっぱジグ？自分前の話ですよ。あ、マダイが。え、どこで？水面ですね。ノーカウントですね。え、ジグ何グラム？早巻きですか？早巻きですか？これなんかブレードまでつけて狙ってんのにな。えい。これはいいか。はい、頑張れ。これはいい。え、もう渋いこれ。おわぁ、抜けた。なんでそう、ジグ。タイでしたね。ジグか。して、ね、タイラバ一回でも当たりあった？ないよね。嘘。タイ？いや、タイじゃない、サバだね。サバだね。サバですね。サバだね。はい、ナイス、おめでとうございます。サバすげえな。サバ？タイ？どっち？花だね、いいな。花、おめでとうございます。ありがとうございます。タイ？なんかすげえ尺じゃない、この人。なんか急にタイラがポロッと始めてさ、思いました。ね、ほんとなんか空気読めないやつっていますよね、ほんとね。なんかさ、ジグやっときゃいいのにさ。ボロクソ。おー、ナイスナイス。ちゃんと立派です。ちゃんと立派です。ナイスナイス。ありがとうございます。やばーんですね。なんかムカつくよね。あれだって先までジグやったの。はいはい、ちょっと平場に変えてみようかなって思ってます。なんかすげえ感じあるよね。なになに、カナちゃんですね。カナ、ナイスカナ。平場に今2回目の当たりがあったぜ。え、ほんと2回な、俺。まあカナだろうけど、カナでいいんだよ、とりあえずカナと挨拶したいんだよ。おー、できた。タイ、青物サバンナですか？サバンナ。お、見てよ、タイじゃん。あ、サバか。サバですか、ね。あ、くるくる回ってんな、あー、ちょっとでっけえサバだな。ちょっと、あ、抜けてないよ。まあ、あー、ちょっと、やばいな。あー、やばいね、やばいね。もう抜いちゃおう、抜いちゃおう。
やばいね、やばいね、やばいね。ちょっと早く、外そう、早く外そう、早く外そう、早く外そう。はい、おっしゃ。すいません。OK。ふぅ。いや、よし、いいことしたからいいことあるかな。80アップっすかね。そんな岩、40センチでいい。はいよ、つったらジグのテストしよう。え、なんでそんな急にまったりしだしたの。あ、うそ、ほら、俺だけ、あ、全然聞いてなかった。今キャストしたばっかり。全然聞いてなかった。なんでお前らそんな急にまったりしだしたと思って。だんだん始めちゃった。え、なんかなと思って、なんかあるぞとか思ってさ、気になって仕方なかったが。ナイスカナ見せてくださいよ。はい。ちょうど電池交換中ですからね。ナイス。ちょっとその俺がカメラをさ構えてない時に釣るのやめてくれ。ほんと。お、見えた見えた見えた。なんかなんか、タイだな。どっちだ、あとはどっちだ。あ、タイや、タイ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 。やったナイス。どっちかどっちか。あ、次第か。次第やけど強パンだな。強パンだ。ナイスナイス、おめでとう。いや、おめでとう。ナイス。じゃあちょっとなんか一言言いたいことあります。パンダです。パンダ。もういいな、パンダですっていいな。もうでっか方法じゃん。でっか、はい、よし。でっかいね。ブクブクですね。すげえ絶好調じゃん。アミナメじゃん。すごっすごっ。あ、ちょっとちょっとちょっと待って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 。はい、カイちゃんナイス。はい、じゃあ、はい、なんかなんか、それはなんかマダイじゃない。いいチキンドラグだね。チキンドラグ採用中だね。おー、メバルでか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 メバルだと思わない。やばー、でっかー、やばー、でかいっすね。でっか、TG なんだ。TG っすね。でっかー、ふー、これはすごい。でかい、でっかー、ナイスナイス。めっちゃでかー、めっちゃでかいメバルだった。もうダメな日の典型だな、もう3タックル目だ。そのうちジグも絶対やるから4タックル今日全部確定だな。すげえベイトの塊だな。おおい、うん、え、でかい体じゃん。マジマジ、え、でかっ。方法で6つこれ。いやいや、方法だよ。もうびっくりしたよ。いや、おめでとうございます。はいはい、こっちはでけえタイかな。わあ、いいね。あー、でかー、やばー。70ぐらいある。でかー、腹パンパンだし。おめでとうございます。ありがとうございます。やばー。いやいや、いいね、タイいるね。いますね、あのでかいのが。よし、休憩。はい、伝説のスタ丼屋で、あと、どう、そんなにあるの。郡山の、伝説のスタ丼屋さんが今日はお弁当を、はい、作ってきてくれたということですので、ちょっと、はい、私はなぜかそれをショックする。これなんだこの動画、みんなのツイートあるよって話なんですけどね。前を先で最後温泉卵、やば、船の上でこんなん食べるとか最高だね。はい、じゃあいただきます。はい、普通に美味しい。ありがとうございます。本当に普通に美味しい。わ、白菜がいいね。あ、あれなんですよ、ちょっとやっぱ弁当だから時間経ってるから。レタスいいね。あれおかしいね、俺がご飯中は釣れるはずなんだけどね。はい、ということで、スタドンさんをいただきました。忘れた。いやいや
スナホボじゃねえか。タイかこれ。お？タイかこれ。お？これタイか？タイじゃねえ。タイか？これタイか？え、な、意外と引くぞ。なんかこれ。でもこれ青もんだなこれ。青もんだ。ちょっとごめんみんな巻くわこれ。フィッシュ。うせえか。うせえな。わわ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 。おいい走りしますね。わわわわわ。青さ。ドラムチキンですか。チキンじゃねえよ。チキンなのかな。もしかして。全然嬉しくないお前に言われても。あれ？あー、すごい。いや、仙台初フィッシュはヤズでございます。おめでとうございます。いい。いや、今日いい。今日ぶりついたもんな。なあ。しゃあ、ナイスだな。まあ、4、5キロだね。ナイスだね。いい。よっしゃ、行かなくないっす。東北の旅でやっと青物に出会えた。おめでとうございます。いや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 、すみません邪魔しました。ちょっと待ってくださいよ。おおおお、当たったの。あ、当たった。おお、こっち取ろうと思ったらこっちに来たよ。おお、ナイスナイス。めっちゃタイじゃねえかそれお前。あれタイだよタイだよ。どうしちゃったの。どうしちゃったのってゆっくりやれゆっくり、もうそのうち上がるから。いいじゃん。まだ最高64です。じゃあギリだな、超えんじゃねえか。これ67って読んでこな。おーやったな、やっぱ肉食ったから。豚丼食ったからだよ。あー、タイだね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いやちょっといいよマジでいいよ。お、見えた見えた見えた。オッケーオッケー、ナイスティーだナイスティーだ。いいよいいよ、でかいでかいでかいぞ。ほい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 。えこれマジでかい、でかいでかい。おお、もらってやる。でかいでかいでかい、やばー。70あれか。えでかー、マジか、やばい。タバタバもでかい。よっしゃよっしゃ、ナイスティー。ちょっとどうですか旦那さん、一言。おめでとうございます。いやマジだ、これも腹やばいっすね。やったな、やばやばやば、ナイスティーでございます。はい、やばやばどんくらいだろう。わーギリエロ、でもないろ、でも65ぐらいある気がするけどね。やばーやばいね、いいじゃん。てかなんで俺この中でヤズ作ったの。こっちがびっくりだろう。なんぼだ。あー、いったいった、ギリいった。ジャスジャス7ジャス。あ、いやごめん69だな。よやったね、ほんとジャージ一言。あっ、いやいいな今の、ちょっと使おう今のは。やばー、でっかー、やばー。いやいやいや、いやドンジーだったな今の。いやほんと、こんな中でなんで青物をかけますか。打ち上げてたんすか。あー氷で食ってた今。うわー今、あー油断した、くそー。いやー俺もドンジーしてーなー。あれ来た、まためっちゃ引いてる。なんだこれ、アイナメだ。あ、うわ、でっかでっか。ちょちょちょ、入れて入れて、魚を入れて。ほいし、でっかえ、めっちゃうまそう。確かにでかい。え、でっかすげえな、やるな。おじさん前の3人、おじさん、ちょ、頑張ろうぜ。
俺もナイスおめでとうございます。おいいよ、ちょっと平場が調子いいですね。平場が調子いいんじゃないよ、あのお姉ちゃんが調子いいんだ。おお、今見てた。なになに、ヒラメ、ちょっと待って、ヒラメ、ヒラメ、おお、ナイスナイスナイス、おめでとうございます。これだけめっちゃいいやん、これ1個仕掛けてろ。はい、やりましたね、おめでとうございます。ナイスナイス T ではなかったですね、ナイスヒラメですね。さすがにハマチ1本で終わるわけにはいかんだろ。もうちょいなんか欲しいですね。カナが欲しいよ。カナ欲しいですね。カナ欲しい。おおおお、さあ、なんかしよんね。なんかしよんの見えとうよ。さあ、見えとうぜ。さあ、何してんだ。さあ、股の間から取ってやろうかな。何がいるか。何がいるんだ。何がいるんだ。さあ、この犯人、この男ですよ。やりました。ナイスカナですね。いいカナですね。やっぱ仙台に来たらやっぱカナをね、ですよね、拝まないとダメですから。あと90匹そうだね。ちょ、今日カナ調子悪いもんな。カナ出ないから調子出ないんだよな俺。やるよ。いい反応だ。なんか色入ってた。あ、これ下から攻防か。お、攻防だな。 HBな、ほうぼうだな。タイじゃねえもんな。カナかな。カナかもしれないですね。沿岸の確率的にはカナの方が高いですからね。沿岸のカナかな。あ、そこで抜けた。すぐそこだで。あいや、やっぱスリミアでって言いたかったのにな。あ、でっか、でっからですね、それは。マジででっからじゃん、ちょっと見せて。なんかパンパンじゃないですか。ちょっとそれ見せて、カナカナ。このカナカナを。俺の大好きなカナ。ナイスカナ、ナイス、ナイスカナ。なんだって何釣ったんだい。こっちを向いてごらん。ね、向いてごらんこっちをね。何を釣ったんだい。金魚を釣ってしまいました。メバルですね。いいですね。俺好きなんだよメバル。可愛いよね。ふう、むずい。これ何使うと、たぎり。やば。たぎってるよなそれ。だよな。ビビった今。もう最後やっちゃおうと。すっげえと思って。ちょっと待って、仙台湾でたぎり使ってるやつやべくねえか。ちょっとかっこよすぎるな。釣ってほしい。いや橋本でもそこまでせんぞ。玉でっけえなーって思いながら、いや目青くねえと思って。たぎりすっげえな。ずっと真下じゃねえか。最強だな。ついた、ついた、ついたね。ちょっとタギリフィッシュすげえんだけど。すごいな。俺マジかって、ちょっとその発想って俺にはできないんだよね。絶対この水深でタギリ使えんもん。ちょっとちょっと見せて。いやこれ衝撃映像だぞ。GoPro で200だろ。はい、200でカナだろ。恥ずかしいんですけど。いやすげえな。いやちょっとかっこいい。かっこいい。むしろかっこいい。だってさ、一番今軽いのは多分45とか使ってる人いそうだもんね。多分ちっちゃくすれば釣れると思ってるちっちゃい男たちがいっぱいいるんで。でっかくしたら釣れます。いいんで、かっきいな。でっかくしたら釣れるってよ。もう一回いきます。結局延長か。ラストですよ多分。なんつんだっけですね。虫がれ、虫がれ、虫がれ。あれ、こっちも行かない。どうもですよ。タイが釣れないおじさん4人組で反省の弁を述べるという、はい、
我々おじさんこの4人ですよ。タイ釣れない、タイ釣れないね。まあヒラメ釣られましたけど、ね、言っても今日タイ釣りですよね。悔しいんでね、また、はい、はい、次回、はい、我々、ね、このおっさん連中、はい、あんな小娘にやられないように、あんな小娘に、何ですか、明らかに言ってますね。でかかったな、よかったな、本当ね、だからね、よかったですね、ナイスティーね。いやいや、本当に皆さん、よかったです、おめでとうございました。残念ですよ、我々は残念でしたが、はい、いいなぁ、いいなぁ、俺もこの東北旅最後だったから釣りたかったな。はい、じゃあそういうことで今日皆さんどうもね、ありがとうございました。ちょっと長かったな今日な、もう腰が痛いな。よし、ありがとうございました。はい、ありがとうね。はい、じゃあカイちゃんもお疲れ。カイちゃん今日大好きだったね。ありがとうございます、お疲れ様でした。はい、じゃあボラク今日ありがとうね。はい、もうほんと満足ですよって、いい反応出てんじゃん、いい反応出てんじゃん、これですね。じゃあもう一回だけ落としてこようかな、はい、どうぞ。じゃあ、はい、じゃあ泣きの一回落とししてこようかな。どうぞ。泣きの一回リズムなのね、しんどいですよね。ましたが、悔しいな。秋田と仙台はまた今年、はい、行きたいと思います。くそー、はあ、お疲れ様でした。